で私リスニングの特訓を始めますっていう風に言ってるんですけど、なぜここに来てリスニングの特訓をしようかと思ったかというとですね、最近サウスパーク、アメリカのアニメの大人向けですよね、あれは大好きになっちゃって、どこに行くにでも iPhone を持って行ってサウスパークを見てるんですけど、お料理を作ったりとかお手洗いに行ったりとか運転してる時とか、もうどんな時でもこうサウスパークをずっと見てるんですよ。でキャラクターが私の大好きなアメリカ英語を流暢に話してるっていうこと自体が私にとってはもうエキサイティングっていうか、私アメリカの英語の発音も大好きだし、単語も好きだし、イディオムも好きだし、こう表現とかセンテンスとかも全部好きなんですよね。だからその心地いい英語をエリック・カートマンとかスタンとか、あとはカイルとかケニーはでもフードをこうずっとかぶってるんで、あーごいって感じで、言葉がちょっと分かんないんですけどっていうか、でもちゃんとね、あるぞとかね、ちゃんとセリフを言ってるんですよね。でもみんなの言ってることをもう全部分かりたいっていう気持ちからなんですよね。よくあるじゃないですか、例えば英語を話す恋人ができたら相手の言ってることも分かりたいし、自分の思ってることも伝えたいから、だからもう頑張ってすごく上達するっていうのってありますよね。それが私の場合はサウスパークっていう感じなんですよね。長く英語を勉強してこられた方だったらわかると思うんですけども、そういう勉強の時に聞いている英語と、なんか生の英語、映画とかドラマとか、こういうものにはスクリプトがあるにはあるんですけど、それでも英語が早かったりこう聞きづらい、自然なニュアンスなんですごく聞きづらかったり、あとそれから街を行く英語ネイティブスピーカーの会話とか、それから英会話教室なんかに行くと、先生が生徒に対して話す言葉じゃなくて先生同士の会話の英語っていうのはものすごく聞き取るのが難しいんですよね。で長く英語を勉強すればするほど、そのギャップが、この自然な英語が聞き取れないっていうのがすごく悔しくて、でまたすごい疑問にも思えてきて、自分がやってきた勉強って一体何だったんだろう、間違いだったんだろうかとか、これからどうやって勉強していいんだろうかとか、自分は英語のセンスがないんじゃないかとか、やっぱり日本人だからダメなのかなとか、なんかいろんなこと考えちゃうんですけど、でもこれは正しい勉強をすれば、正しい方法で訓練すれば、必ずこの自然なナチュラルな話している速い速度の英語が聞き取れるようになるんですよね。でそれには何が必要かっていうとですね、たくさん聞く多聴じゃなくてですね、一つ一つの音のこの法則っていうのがあるので、それを理解するための成長という作業をしなくちゃダメなんですよ。でその成長をしていくことによって、いくつかのこの音のパターンがあるんで、例えば一つの音のパターンをマスターすると、全体的にその音が使われている部分が全部分かるようになるんで、ガンって上がるんですよね。で次にまた違う法則をマスターして、そうするとところどころでその音が使われているところが全部分かるようになって、全体的なグレードがバンって上がって、そういうことを繰り返していくと全体的にガーって上がっていって、結果リスニングの力がものすごくつくんですよ。逆に言えばこれをやらないとたくさん聞いても分かるようにはならない。そしてもう一個大事なことが、その読んで分かるものしか聞けないんですよね。だから大事なのはある程度のところまで英語をしっかり勉強するってことなんですよね。例えば中学の英語の文法であったり、高校のある程度の構文まではしっかりと勉強して基礎固めをしていないと、いきなり例えば英語ペラペラになりたいからといって英語を勉強してない人がいきなり多聴しても絶対にそれは
分かるようにはならないっていうことなんですよ。まあ王道は一つだけなんですよね。ということで今その成長という作業を頑張って、これは忍耐が結構いる作業なので、でもそれでも自分の好きなこのキャラクターたちが喋っている言葉を全部理解したいっていうのが原動力となってるんで、ぜひぜひ頑張りたいと思います。またその模様は動画でお伝えしますね。はい、 Look forward to my next video. Okay, have a nice day. Thank you for watching. Take care. Bye bye.